この案はもう読んだ。前よりかはだいぶ良くなってるが、もう少し修…また修正ですか？これはもうバージョン6なんですが、今度はどんな理由で？どんなと言われてもな、ちょっと違うんだよ。そんな風に言われたって納得できませんよ。じゃあ一体どうすればいいんです？例えばほら、この屋根だが出っ張りすぎじゃないか。少々キノコの頭のようにも見える。それにこの扉もここまで大きい必要はない。わしの背丈くらいでいいだろう。その分の材料で小部屋をいくつか。屋根と扉は建築における最も基本的なシンボルなんですよ。それを魂とまではいかないけど、少なくとも建築様式ってのはこういうところに体現されるんです。常識のある人なら一目でわかりますよ。ここが修正できるわけないってね。理屈はわかっている。だが今の案にはどうしても納得できないんだ。なんとかならんかね。そうだ、一つ提案がある。屋根の余計な部分を削って、建物全体を木の幹のようにまっすぐにするのはどうだ？は？建築はシンメトリーの美が重要だと聞いている。これで上下左右が完璧に対称になるだろう。わからない。なんだってそんな発想が。待て、さては僕に嫌がらせをするために雇われたんだな。最近恨みを買った覚えはないけど。とにかくもうやめだ。他を当たってくれ。それでは。若いの、ちゃんと話し合おうじゃないか。おい、あんな依頼受けなければよかった。奇遇だな。あなたもここにいたのか。いや、そもそもどうして酒場なんかに。酒はたしなむ程度ならいいなんて信じるなよ。あんまり体に良くないんだから。見ていたのか。そんなはずは。言い争いになる前に周りに知り合いがいないかちゃんと見たのに。まあ気を使ってくれてありがとう。別に大したことじゃないし、こんなのもう慣れっこだからな。大人なんだ。ストレスを抱えてなんぼだろう。マスター、酒を一杯、いつものやつで。何か飲むか。僕がおごろう。はいよ、ちょっと待ってな。今回のこともどうか秘密にしてくれ。依頼人と口論してたなんて噂が立ったら、潜在的な顧客に響いてしまう。それにしても、あの男は一体何を言っていたんだ。あの妙な要求は何だよ。何も分かってないくせに。マスター、もう一杯。今日は酔うまで帰らないぞ。はいよ。別に今日に限ったことじゃないがな。依頼人が業界のことに無知なのはもう慣れてる。今回はなんとバージョン6まで作ったんだ。6だぞ。以前の僕の忍耐では考えられなかったことだ。でも慣れるってのは麻痺するってことなのかもな。卒業してから今までたくさんのプロジェクトに携わってきたけど、一発で通ったものなんて一つもなかった。そうして修正案に多くの時間を割いているうちに、やがてもう心が情熱を感じなくなったんだ。芸術が僕から遠ざかっていっている。でも違う視点から見れば、他人の意見を完全に無視して自分が想像したものだけを作るのも必ずしも良いとは言えないかもしれない。
矛盾しているように聞こえるかもしれないけど、僕にとってはこれが現実だ。結局芸術って何なんだ？神様から授かるインスピレーション？それとも僕自身が生み出す知恵の光か？酒はテーブルに置いといたぞ。なんだよ、一杯飲んだくらいでもうたわごとが始まったのか？こんなに早く酔うこと前はなかったろ。マスター、芸術って何だと思う？芸術？友よ、スメールにお前より芸術がわかるやつがいるのか？そんなものより俺は商売の方が断然興味があるね。さ、別の客の対応があるから行くぞ。お二人さん、ごゆっくり。旅人、君はどう思う？そうだな、芸術は少数派の自己満足であるべきじゃない。例えば僕が作った家に住む人がいたとしよう。もし彼が僕のデザインを気に入らなければ、それがどんなに美しく作られていようが、その人は喜ばないだろう。だけどそもそも人に認めてもらえることの方が稀なんだ。そうして妥協の末にできた産物は、僕の美的センスに照らしておよそ合格とは言えないものになる。賛成だ。しばらくこのプロジェクトはもう見たくない。でも何をすればいいんだ？ここで潰れるまで飲んでるわけにも。どうして急にそんなこと？まあ別に言えないことでもないけど、もっともそのわけの一部は君もすでに知っているかもしれない。母さんは建築デザイナーで絵が上手だった。僕が小さい頃、あの人がいろんな家を一筆一筆描いているところをいつも隣で見ていた。それでだんだん建築に興味が湧いてきたんだ。そうかもな。確かに母さんが依頼人と言い争っているところはよく見たが、あの人は毎回すぐに立ち直っていた。だが残念なことに、母さんはもう別の国で再婚したんだ。今はあまり連絡を取っていない。立ち直る秘訣を聞きたくても、こんな些細なことで新しい生活を邪魔するのは良くないだろう。でもそれで思い出したぞ。母さんはここを離れるとき、身の回りの品だけ持って行って、家の大半のものは僕に残してくれた。その時あの人はこう言ったんだ。僕が彼女の経験から教訓を学んで遠回りをしないようにとね。ただ当時の僕は気持ちの整理がつかなくて聞く耳を持たなかった。思い出のものは全て箱に入れたままそれっきりだ。もう何年も前のことだからな。これだけ時間が経った今なら落ち着いて向き合うことができるかもしれない。そうだ、戻って探してみよう。え？ああ、すまない、ちょっと飲みすぎて口が滑った。そうだな、こういうことは普通友達とするものだけど、あ、いや僕たちもう友達だよな。君が思い出させてくれたおかげなんだ。これで一人で戻ったらなんだか後ろめたいことがあるみたいじゃないか。考えていたら頭が痛くなってきた。率直に言おう君のアドバイスを聞いたから今のプロジェクトを一旦止めて、かつての創作への情熱を取り戻すと決めたんだ。もしこれ以上付き合うなら
必ず僕の過去に触れることになるぞ。つまらないと思ったりしないか。よし、それじゃあ一緒に行こう。僕がどこに住んでいるかは言うまでもないな。本当に変な感じだ。僕が友達を家に連れて行く日が来るなんて思いもしなかった。出かける前にちゃんと掃除はしたはずだし、アルハイゼンも今は家にいないだろう。この時間は多分資料室だからな。よし、酒はこのくらいにしておこう。会計してくる。アルハイゼンはいないな。さあ適当に座っててくれ。僕は箱を持ってくるから。いや、ただ時間が経つのは早いなと思っただけさ。箱に埃が積もっているということは、ここに越してきてから随分経ったってことだ。母さんがフォンテーヌに行ってからだともう何年になるか。いいことだ。僕もあの人にはもっと幸せになってほしい。父がいなくなって一人で僕の面倒を見るのは本当に大変だったろうからな。まあそれはさておき、箱の中身を見てみよう。ごちゃごちゃしてるな。おお、思い出したぞ。これは昔僕がオルモス校で描いた絵だ。今見るとイマイチだが、この絵を描いた時僕はまだ5歳にもなっていなかった。20年くらい前か。当時の僕にしてはいい出来だったな。だとしたら僕ってやっぱりちょっとは芸術の才能があるよな。だろ？会議と自己会議はもともと芸術の一部だ。疑ってこそ進歩がある。僕がそういう質問をするのも至って普通のことだろ。まあ今回自己会議の時間がいくらか長かったことは認めるさ。でも本来感情とは理性で制御できないもので、やめよう。話せば話すほど自信がなくなってきた。さあ引き続き箱の中身を見てみよう。この積み木は何年ぶりに見ただろう。当時はどれだけ高く積んでも倒れなかったな。それにこの設計図これは母さんの図面を僕が写したもので、基本的な縮尺さえ間違っている。だけど僕が人生で初めて描いた設計図であることは確かだ。我ながらよく描けたと思ったから、母さんの図面と一緒にして見つけた彼女に褒めてもらおうとした。まさか次の日母さんがうっかり僕の書いた方を依頼人に渡してしまうとはな。依頼人は長いこと考えても理解できなかったけど、母さんの評判を気にしてその場では聞かなかった。そして数日後、彼は母さんを訪ねて、この扉が屋根よりも高いのは想定したものかと聞いたんだ。母さんに引きずられて何度も謝りに行ったよ。でも裏では母さんは僕を責めたりしなかった。逆に設計図の書き方を優しく教えてくれたんだ。本当によく覚えているよな僕。あとは何が入っているんだ？ん？これは何だっけ？これは母さんのものだ。以前よくこれに何かを書き込んだり絵を描いたりしてた。小さい頃このノートがすごく気になって、ずっと何て書いてあるのか知りたかった。母さんには何度も聞いたけど、パスワードを当てたら読んでもいいとだけ言われた。このノートを持っていかなかったってことを、これを僕に託すつもりだったのか。
そうしたいのは山々だが、パスワードがわからないんだ。時間の問題じゃないだろう。パスワードを当てるには何よりインスピレーションなんだ。ちょっと考えてみよう。今この場でひらめくかもしれないぞ。なんだろう。顔に書いてあるぞ。君が考えうるものはすでにもう試した。僕の名前だろ。父や母さんの名前、それに祖父や祖母の名前、さらに全員の誕生日も。関係のありそうな名前やら数字やら、とにかく全部だ。あとは無事で心配もなくとか、お大事にとか、永遠に愛してるとか、思いつく限りの祝辞をもじったものも全て試してみたけど、この情はびくともしない。やっぱりこの路線で行くのはやめよう。そう簡単にはいかなさそうだ。それにそんなつまらないパスワードにしていたことが知論派にバレたら、いい笑いものだ。僕の母さんを知る人に聞いて回ると。それも一つの方法だが、誰に聞けばいいんだろう。母さんはあまり社交的な人じゃないんだ。友達なら父の方が多いくらいだったが、亡くなってからはそれまでのつながりも全部絶えてしまった。そうだな、教令院で僕の母さんを知っている人となると、あ、一人いたぞ。ザハハディ教授だ。聞いたことないか。妙論派の大物学者で、庭園設計の学術的権威だ。昔僕の母さんを教えていた人でもあった。ザハハディ教授は多くの著作を執筆し、僕も教授の論文からたくさんのことを学んだ。教令院で母さんのことを覚えている人と言ったら教授しか思いつかない。けどザハハディ教授はもうだいぶお年を召されている。もう教令院では講義をされていないんだ。僕の記憶が正しければ教授はよくビマリスタンの近くにいたはずだ。そこに行って探してみよう。運が良ければ会えるかもしれない。どうしようかな。まあ仕方ないや、戻ろ。ティナリ、どうしてここに。やあ君たち、久しぶりだね。僕は実験材料をいくつか買いに来たんだ。ガンダルバー村に持って帰ろうと思って。それでこっちに来たら、ジュライセン先生の家の前に誰かいることに気づいたんだ。ジュライセン先生は知ってるよね。かつて賢者だった人で、セノの養父でもある。事情を聞きに行こうか悩んでたところなんだ。あそこのおばあさま、お年を召してる割に喧嘩の声はよく響くんだよね。おばあさま。そう、あそこでね。後で見に行ってみるといいよ。ところでカーベ、君お酒飲んだ。少しだけ飲んだけど匂うかな。昼間からお酒なんて。酔いつぶれて道端で植物みたいに日光浴するつもり。それに旅人も止めてあげなかったの。その僕は。どうかした、気分でも悪いの。そうだ、明日の夜パルディスディアイで食事会を開くつもりなんだけど、一緒に来ない。え、そんな急にか。暇なら行くと思うけど。よし、じゃあ二人の席を取っておくから。僕はガンダルバー村に戻るよ。あっちの様子だと言い争いはまだまだ続きそうだから、巻き込まれたくないしね。この辺りに住んでるおばあ様と言ったら、ちょっと見に行ってみよう。ジュライセン、出てくる気はないってのね。いいわ、あんたが出てこないのなら私もずっとここにいるんだから、どこにも行かないわよ。私のトマトはね、順調に育って今年一番の大きさになるところだったんだよ。それをあんたと来たら
勝手に積むなんて。わしじゃないと言っとるじゃろ。あのトマトはまだ青かった。そんなん積むわけなかろ。積まるところ全てにおいて未熟なんじゃからな。あのトマトが十分に熟していなかったというだけじゃないぞ。わしらの関係もまた成熟したものではないということだ。頭でも打ったのかい。いいから出てきなさい。いやじゃ、わしをここから出したければマハマトラにでも頼むんじゃな。やれるもんならの。あんたってやつは。ザハーリー教授、あんたは坊やカーベじゃないか。久しぶりじゃの。さあよく顔を見せとくれ。はあ、こんなに背が伸びたのかい。今のは大したことじゃないさ。私たち学者は引退後、退屈しのぎに野菜栽培コンテストを催してるんじゃ。負けた人が皆の前で出し物をするという思考でのう。それが私の価値は確実だったんじゃが、まさか誰かさんがこれほど負けず嫌いだったとはね。後輩の前でわしに濡れ衣を着せようとするな。だいたい君もいろいろ小細工を浪してたじゃろ。いつかの夜、君がジャンナットの菜園に行くのを見たぞ。うふん、もういい。今日は後輩が会いに来てくれたんだ。機嫌がいいから多めに見てやろう。さあこんなのは無視して場所を変えて話そうじゃないか。はあ、わかりました。バラナクは達者でやってるのかい。ええ、母はフォンテーヌで新しい家庭を持っています。それでもまだ建築関連の仕事をしているみたいですが。それは聞いておるよ。あの子を責めてるかい。まさか。母は女手一つで僕を大人まで育ててくれたんです。それはとても大変なことだったはずだ。それならいいんじゃが、その数年間あんたの母親は確かに大変そうじゃった。新しく帰る場所を見つけられるのもいいことと言えるじゃろう。今も時々思うんじゃが、人々はいつもあの子の外見にばかり惹かれて、あの繊細で敏感な心に気がつくのはいつも後になってからじゃった。あの子が美しかったからかの。私があんたの母親を教えていた時、あの子はまだ若かったよ。寂しがり屋で単純で、髪はブロンドでおしゃれで、世間知らずのお嬢様のようじゃった。それがあんたを大人まで育てるために彼女は大きく変わらなければならなかった。教令院にいた頃からバラナ君は自分を追い込むようなことをするのが好きじゃった。あの子が提出した課題の中に私がいいと思うものがあっても、あの子自身は納得せず、かたくなに書き直させてほしいとせがんできたもんじゃ。その頃あの子はいつも教室の最前列に座って授業を受けておった。あの子を慕う人は多かったから、前のいくつかの列はほぼ満席じゃった。私が他の教室で授業をした時は前の列なんて誰もいなかったんじゃぞ。じゃがバラナクは見かけるたびにいつも同じ姿勢でいた。額に片手を当て、もう片方には筆を握って、眉間にシワを寄せながら目の前の設計図を見つめていたね。母の生活にもいろいろな悩み事があったんでしょうか。そして母はどうやってその苦痛を和らげていたんでしょう。私にもわからぬのじゃ。彼女はついぞそれを打ち明けてくれなかったからの。めったに人に心を開かない子じゃった。じゃがある時、バラナクが友達と喧嘩している声が聞こえてきたことがあった。あの子の言ったとある言葉が
とても印象的じゃったな。本当の芸術は理解されないものだけど、芸術家としてそれを理解できる人がいてほしいとな。これも多くの天才が感じる苦しみの根源じゃろう。理解されるということは決して容易なことではないからの。そうか、パスワードはまさか。試してみたが違ったみたいだ。何をやっとるんじゃ。実は母が僕にノートを残してくれまして、開けるにはパスワードが必要なんです。ですから母のことをもっと聞いて回ろうと思って。いろいろと教えてくれてありがとうございます。気にしないでおくれ。若者と喋れてなんだか私も若返った気がするよ。あんたはパラナクに似たところがたくさんある。大きくなってますます顕著になったの。あんたを見ているとあの子のことを思い出すよ。細かなところまで見ればきっと違いはあるんじゃろうが、頑固でややひねくれ者なところも似ておるの。その二つが身についてしまうと仕事がなかなか進まんじゃろう。私はたくさんの学生を指導してきたが、ニョーロン派を卒業した一流の建築デザイナーたちは大抵そこまで幸福ではなかった。なぜなら彼らには自分のこだわりがあり、表現したいことがある。じゃからよく依頼人と揉めてしまう。彼らの考えを尊重し、あるいは彼らの評判に配慮して意見を言わない依頼人もおるが、それはスメールにおいてあくまでも少数派なんじゃ。パラナクが卒業したばかりの頃はほとんど毎日が口喧嘩で、いつもプンプンと怒っておった。それがいくらかマシになったのはあんたの父さんに出会ってからじゃな。そうだったんですか。でも父はメーロン派でしたよね。父は母の設計した建築を理解できたんでしょうか。まあできなかったんじゃないかね。じゃが彼はあんたの母親に寄り添い、喜びに耳を傾け、苦しみを分かち合ってあげておった。多くの求愛の中からパラナクがあんたの父さんを選んだのはそれが理由じゃないかね。理解する必要はない、ただ寄り添うか。本当に開いたぞ。開いたのかい。はい。それじゃあ早く静かなところでも探して見てみるといい。バラナクは不器用な子じゃったから、直接多くを伝えることはできなかったんじゃろう。じゃからあの子は日記やメモといった形であんたに伝えることにしたのかもしれぬ。いつか話がしたくなったらまたここに来ておくれ。建築学の問題で議論したいことがあってもいつでも歓迎じゃぞ。ありがとうございます。なーに、いいんだよ。さて私は菜園を見て回ってこようかね。母さんはどんなことを書いたんだろう。ジャハーリー先生の授業は難しいとみんな言うけど、私はそんなこともないと思う。建築構造の話は確かに嫌だったけど、歯を食いしばってなんとか耐えられた。自分にとって特別と思える人に出会えた。最初は何とも思わなかったけど、今は一緒にいると楽しい気がする。私たちの子供にカーベという名前をつけることにした。昔の私は自分の影と夢の中だけに生きていた。誰かとこんなに親密な関係になるなんて想像もしていなかった。訃報が届いた。このことは数日かけても受け入れられなかった。目が腫れて前が見えないほど泣いた。彼らが嘘をついているのでは、
これは悪夢なのではと疑った。だけど、現実を受け入れなければいけない。私が面倒を見てあげないといけない人がいる。カーベは、私がちゃんと大人まで育てるわ。どんなことがあっても。これは一枚の絵？母さんが描いたみたいだ。この金髪の男の人、おそらく僕の父だ。他の何人か、なんだか見覚えがあるぞ。時期的にこれは30年くらい前のはずだ。僕がまだ生まれていない頃だな。僕らの気のせいかな。いや、ここにまだ何か書いてあるぞ。ホームパーティーを提案したのはおしゃべりな女性だった。私たちを含めて3組の家族が来て、一人ぼっちの人もいた。おしゃべりな女性はお互いの関係を早口で紹介した。早口すぎてよく覚えられなかったけど、聞き返す気にもならなかった。夫と耳の長い男性は友達同士みたい。彼らの会話に加わることはできなかった。だから私は隣に座って絵を描くことしかできなかった。私は多分この人たちとは友達になれないと思う。特にあの一見古風な夫婦とは。旦那さんの方はハンサムだけど、話は時々脱線するし、かと思えば急に真面目になるし、彼の奥さんの方がもう少しマシ。もともとお互いのことをよく知らないし、今後も交流はないでしょう。だけどこのパーティーの雰囲気は意外に悪くないわ。人と交流すると心が和む。私たちの子供も将来こうしたパーティーに参加するんでしょうね。あの子にはたくさん友達がいることを祈るわ。母さんが若い頃こんなパーティーに参加していたなんてな。あの人はいつも自分のことを話すのは得意だったけど、人の会話に混ざるのは苦手だったみたいだ。だから横で絵を描いていたんだな。続きはまだあるぞ。ここからは僕へのメッセージのようだ。カーベ、あなたが妙老派へ進学すると知った時、私は嬉しい驚きと同時に悲しみも覚えた。あなたは才能のある子だから、きっと素晴らしい建築デザイナーになるわ。だけど芸術を追求する過程では、才能のある人ほど苦痛に苛まれてしまう。創作においては誰も助けてはくれないの。でも創作の外で人生を楽しむことを学んで、他人とつながりを持つことが、その苦痛を和らげる唯一の方法よ。辛い時は座って友達とお話しして。長い年月に耐えるために喜びと感動を積み重ねて。これだけは覚えていて。大切なのは寄り添うことだと。なるほど、これが母さんの用意してくれた答えだったんだ。あの人は本当にいろいろと考えてくれていたんだな。ってことはティナリの言葉に甘えてパルディスディアイでの食事会に参加すべきかな。まあそれも少しだけ考えた。みんなで集まって語らうのはいいことだが、自分の感情が他人に影響を与えるというのは必ずしもいいことばかりじゃないはずだ。友達の間で一番怖いのはお互いを助けられないことだ。そうだろ？だけど僕は今まで自分が出会った全てのことにほとんど解決策を見つけることができていないんだ。その上僕は彼らの先輩なわけだし、
頼もしく見えるようにしないと。そうなんだよな。まさかこんなところで彼に会うとは。それにしたって彼の嗅覚は鋭すぎると思わないか。こうなったらやっぱり食事会に顔を出そう。あ、まずいな。また彼にご馳走してもらうことに。まあいい、とにかく明日の夜パルディスディアイで会おう。昨日アルハイゼンも誘ったんだけど、彼来るかな。あいつか。あの男はこういうのにとんと興味がないからな。十中八九すっぽかすさ。本当？分かった。じゃあ彼を待たずに始めよう。それがいい。あ、じゃなくて。違う違う、やっぱり待たないか。僕らだけで少し話でもしてさ。別にいいけど。まだ聞いてなかったな。どうして急にパルディスティアイで食事会をやることになったんだ。コレーの第一期のカリキュラムが無事終わったお祝いだよ。普段あの子の授業を見てくれてありがとね。そのコレイはどうした。みんなに勉強の成果を見せたいからって。まだ家で復習してるよ。多分遅くなるんじゃないかな。だから先に始めてよ。はあ、正直第2期のカリキュラムにはあんまり自信ないんだ。教えることが複雑になるから、あの子が無事に終えられるか心配だよ。コレイがまだ来ないうちに一緒にいい方法を考えてくれない？ただでおごってくれるはずがないって分かってたさ。アルハイゼンを誘ったのもあいつにアイデアを出させるためなのか？そうだよ。人が増えれば案も増えるでしょ。とりあえず思い出してみてほしいんだけど、昔君たちが分からない問題に遭遇した時や、プロジェクトが終わらなかった時はどうやって解決した？そんなことはなかった。徹夜した。そう来ると思った。もっと参考になる答えはないの？確かに一番大切なのは自信だ。自信をなくしてしまったら勉強はどんどんうまくいかなくなる。それも一つの考えだね。読み書きの教材はもう作り直してあるんだ。本当はアルハイゼンの考えも聞きたかったけど。ポイントはどれだけ教えるかじゃない、どれだけ覚えられるかだ。簡単な道理だ。まさか本当に来るなんてな。君が食事会に顔を出す頻度がどれだけ低いかわざわざ言うまでもないよな。君の案が修正なしで通過する確率よりは少し高い。分かっていればいい。でどうして今回は来る気になった？機嫌が悪くて一緒に飲めるやつを探しているとか。それは君だろ。君の行動パターンを俺に当てはめないでくれ。本当にティナリに頼まれたからなのか。ああ、コレイの成長に伴って彼女が直面する悩み事は増えていくだろうからな。先に言っておくが、コレイが教令院に入ったとしてもチロン派は選ばせないぞ。妙論派の方が彼女にぴったりだ。もう長いこと見習いレンジャーをやっているんだから、手先の器用さは十分なはずだ。何を言ってる。コレイはソロン派に行くべきだ。なぜなら俺がソロン派出身だからだ。その理屈で言えば正論派になるはずだろう。コレイの師匠は正論派を出てるんだから。残る学派はあと2つだ。いっそ全部言ってみたらどうだ。君ね、僕はちゃんとした推論があるからこう言ってるんだ。当てずっぽうでやってるわけじゃない。旅人、君はどの学院の卒業生でもない。君から見てコレイはどの学院を受験するべきだと思う？その通りだ。そうだよ、君たちを呼んだのはそれについて考えを聞きたいからなんだから。第2期は第1期より難しくて量が多いんだ。コレイには十分な準備をしてほしい。何をさせる気だ。あの子に家中の難解な本を全部押し付けるつもりじゃないよな。就職の手引きなら手元に一冊あるが。なら
最初のページにデザイナーにはなるなって書いとかないとな。そうだけどさ、第2期の次に第3期はあるのか？これらの計画の要点は何だ？卒業後も教練員に残って働けるくらいにすると。その必要はないと思うよ。あ、ちょっと待って、野菜が焼けたから後にしよう。みんな聞いてくれ、あの依頼人と来たら何にも分かってないんだ。僕のやることにいちいちケチをつけてさ。依頼人を変えたら？誰に変えたって同じだ。僕はもう何ヶ月もゆっくり休んでないんだぞ。金持ちってそんなに偉いのか？モラがあれば人に設計を何度やり直させたっていいのかよ！転職するには遅すぎる。その苦しみを楽しむといい。それに依頼人が言わずとも、君は自ら夜中に設計案を修正するだろう。僕はそんなことしてないぞ。そう悲観するな。新しいジョークを思いついたから、一つ話してやろう。君のジョークは今日の目玉だからさ、後にしない？うん、そうしよう。僕はまあいい、もう考えるのはやめだ。今日はとことん飲んで酔うまで帰らないぞ。